レース本馬場入場です。阪神競馬場第二競走出走各馬の入場です。2歳未勝利戦、この競走は芝の 1800m 混合戦です。ではメンバー10頭をご紹介してまいりましょう。まず1番のギャランからです。馬体重量448kg プラス2です。鮫島勝馬55kg での騎乗です。2番ナムラダリウス458kg マイナス2、段の体勢55です。3番マイネルメモリーは438kg プラス2、和田龍二55kg。4番のワイドアラジン472kg マイナス2です。小沢大斗54。5番のホアンキュルミナン434kg プラス10、菱田裕二55kg。6番のジャスパーバローズ498kg マイナス6、岩田未来55です。7番ウィンジュルネは426kg プラス8です。長島まなみ51。8番エヌタキオン498kg プラス2です。古川義弘55kg。9番ダイヤのジャックは472kg プラス4です。松岡まさみ54。10番はトリプルループ492kg プラス2です。武豊54kg です。以上、阪神競馬第2競走2歳未勝利戦出走メンバーをご紹介しました。発走まではしばらくお待ちください。阪神2レースがファンファーレを迎えます。阪神競馬場第2競走は2歳未勝利戦、芝コース 1800m 混合戦10頭です。スタート地点向こう上面のやや左手ポケット、3、4コーナーは外回りを使用いたします。スタートして外回りの3コーナーまでコースいっぱいに使っての競争です。さあ続々と収まるところ、ワイドアラジンです。4番ゲート収まります。待っておりました10番のトリプルループ、トリプルループが最後に収まります。収まって体勢完了、スタートしました。ややばらついたスタートです。さあ先行争いです。まずは向こう上面、内から3番のマイネルメモリー前の位置、外から6番のジャスパーバローズ並びかけてかわす間がっちり押さえて、4番ワイドアラジン3番手、内から2番のナムラダリウス、外からは10番のトリプルループと先段行為と若干固まって、その 2,3 馬身後方ですが、外から N タキオン、ウィンジュルネが間にいて、最内から5番のポアンキュルミナン若干位置を上げました。あとは下がって9番のダイヤのジャックが続いています。1番後ろから運ぶ1番のギャランという体勢です。残り1200を通過してこれから3コーナーです。先手を奪っているのは現在6番のジャスパーバローズ、今日も逃げます。2馬身のリード、2番手80番のトリプルループ、3番手に3番マイネルメモリー、4番手4番のワイドアラジン追走、1馬身後方2番のナムラダリウスがその後、あとは並んで内7番ウィンジュルネ、外は8番エヌタキオン、この両馬の内々ゼッケン5番をつけましたポアンキュルミナンがいて、あとは外9番のダイヤのジャック、1番後ろから運んでいるギャランという体勢です。 1000m は1分1秒4で通過しています。各馬これから第4コーナーをカーブするところです。4番のジャスパーバローズが逃げる展開、これを外から見るようにトリプルループが2番手から前に接近、内を狙っている3番のマイネルメモリー、さらに外からスッと4番のワイドアラジン接近で、さあ直線に向かった。
先頭ですが粘り込みを図ります。6番のジャスパーバローズ、内からはマイネルメモリートリプルループ、さらに外に持ち出した4番のワイドアラジンがじわりじわりと足を伸ばす。オーストからはゼッケン5番のポアンキュルミなんだ。さあゴール前激戦になって今度は何が抜け出すか、間をついたマイネルメモリーが抜け出すか、外からは4番のワイドアラジン、そして10番のトリプルループ食い下がるか、外わずかに4番のワイドアラジンか、押し切ってゴール。ゴール前は接戦となりましたが、内から3投目4番のワイドアラジン、わずかに内2頭との追い比べを制しました。そしてその後の2番手3番手争いですが、3番のマイネルメモリーと10番トリプルループ、これは接戦。あとは若干開いて直線足を伸ばしてまいりました5番のポアンキュルミナン以下です。阪神第2競走勝ちタイムですが1分48秒0、上がり 800m は46秒6、 600m は34秒1でした。4番のワイドアラジン、小沢大斗騎手の手綱、ダイワメジャーの3区です。前走はマイルでしたが、今回一波乱距離を伸ばしてこの阪神コース、しぶとく伸びました。連投で臨んだワイドアラジン、結果を出しました。2着は3番のマイネルメモリー、3着は10番のトリプルループ、4着は5番のポアンキュルミナン、5着は6番ジャスパーバローズで点滅を始めております。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。阪神2レースが終わりました。勝ちましたのは4番のワイドアラジン。氷川アナウンサーの実況にもありましたが、今日は連投策、少しゲート入り嫌がってましたけど、今日はそれほど遅れずにゲートも出られたかなというところでしたね。4番ワイドアラジンの勝利、祖母ケープリズバーンは TCK 上杯重賞の勝ち馬でもあります。4番3番10番ということで、水谷さん推奨の1番手2番手5番手での決着で、1レースも水谷さんの推奨馬1着という、ね、ところありましたから ね、ここは4番人気1番人気2番人気の決着でございました。単勝4番 13.0 倍、枠連34 6.7 倍、馬連3番4番 6.6 倍、馬単4番3番 23.4 倍、三連複3番4番10番 6.8 倍、三連単4番3番10番 78.2 倍です。確定までお待ちください。